安全ケアセンターに来て5、6回目なんですけども、やはり来るたびにあのご遺族の方の気持ちやあのご一緒などを目の当たりにして、とても胸が締め付けられる思いです。やはり安全が一番大事なんだなっていうのをすごく思います。実際にこのような飛行機の残骸を見るのは初めてで、すごく安全には気をつけないといけないなとすごく感じました。一つ一つの仕事をきちんとこなしていくことが安全につながることだと思います。123便事故を決して風化させることなく、またですね、この研修施設を通して、社員一人一人がですね、安全の大切さについてですね、認識し、自らの業務に当たるということをですね、目的にあの安全ケアセンターの方を運営しております。我々 の仕事というのはですね、お客様を無事にあの目的地まで運ぶというのが我々、全員のですね、仕事になるんですけれども、この123便のこの残骸、この安全ケアセンターに展示されているものはですね、お客様との契約、つまりですね、お客様を無事にあの目的地までお運びすることができなかった事故をですね、表しているかと思います。日頃ですね、あの安全ということについてはあの全ての業務第一に考えてやっているんですけれども、この123便の残骸ですね、つまり安全の反対側にあるもの、事故の悲惨さというものをですね、見て学ぶことによってですね、その逆である安全というものをの大切さというものを社員にはですね、感じてほしいと思って、こちらの安全ケアセンターをやっております。123便の事故は520名の方が亡くなりましたけれども、もちろんその方々に対するお詫びは申し上げようもないんですけれども、それに加えまして多くのご遺族の方がいらっしゃいます。ご遺族の方にもですね、大きな悲しみをお与えしてしまったということをですね、日本航空としましても十分に認識をしております。それから社員も非常につらい思いをいたしました。もうこのようなですね、事故は二度と起こすべきではない、起こしてはならないというふうに考えております。